はようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。はい、今回ね、今日はうちの締めというか、2017年の締めということで、今年のですね、2017年のこうはどんな年だったのかっていう話なんですけど、ちょっとまあ、なんか清水寺の、1年の、感じが北っていうことだったんですけど、はい、北朝鮮の関係と、まあ、北っていう感じがこうなんか背を向く人がこう背を向かい合ってこう反目してるような感じだと、まあ、よくわかるんですけど、いやね、私的にはね、これ私的にはこう一文字これなんじゃないかな。社会全般ですよ、まあ、世界全般なんですけど、特にね、この分けるこう、うん、人と人がこうなんか分かれてるっていう感じなんですけど、うん、特にね、経済ね、日本の経済、特にね、こう投資家経済、あと消費者、どうもね、この投資家経済とこう消費者経済をこう分かれているような気がします、ね。こう投資家経済っていうのは、まあ、株もあれだよね、バブル以降最高値を更新したところ、ビットコインとかね、はい、で、投資家たちの経済はもうインフレ状態なんだけど、消費者の経済っていうのはこうまだデフレがまだ続いてたり、するんだよね。で、まあ、こっちはまた金が金をまた呼んで、こっちはね、どんどん貧しくなってみたいな、これがで、社会情勢、この経済し今までの経済指標ってあるよね、政府が出してるものとか、日銀が出してるものとか、あとシンクタンクって呼ばれる、ね、研究機関が出してる指標は大体そうですね、10波人からげなんで、これ合わせて出してるから、うん、実際にどうか分かんない、うん、で誰が投資家なんですかとか、うん、誰が消費者かって、うん、またこうなんていうか、こうレッテル貼りづらいんで、うん、はい、分かんないっていうのもあるよね、うん、でこれあたかもね、これに関して言えばね、こう例えば発展途上国行くと極端に都市がこう、うん、なんていうか、ニューヨークみたいな感じ で農村行くと本当もう縦穴式住居で暮らしてるような人、うん、とか、はい、うん、縦穴式ってのはひどいよねもうね、結構原始的に生活してるとか、うん、こう差がむちゃくちゃ激しいじゃん、はい、それと同じようなことがこの地理的条件じゃなくてこう起こってきてるんじゃないかな、うん、で宗教なんかもあれだよね、対立が激しくなって、うん、てるよね、はい、でこの同じ宗教の中でも何とか派何とか派とかあってまた対立激しくなって、ね、うん、こう人と人とがこうセクション化している感じがして、非常にちょっとまあ怖いな、うん、で一種これあれだよね、このセクション化した中で保護主義が起こってくる、うん、保護主義っていうと国の貿易なんかを思い浮かべるんだけど、はい、それがね、個人レベルとか地域レベルとか考え方、思想レベル、宗教レベルで保護主義が余計起こってきてる、うん、それ起こると何になる、保護主義の行き着く先は大変、これはなんだよね、争い、戦争になってくるんだよね、うん、はい、来年はそういう風にならないように、うん、したいものですね、うん、ということで、なんかこれの言葉で集約今年できるのかなと思いますね、うん、まあ、どうも1年どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。